はい、どうも皆さん。ファイナルファンタジー7リバースはやっておりますか？つい先ほど PS5 のアップデートが入りました。かなり久しぶりにアップデート入ったね。まあ、その話は置いとき。今回の内容としましては、FF7 リバースの公式の動き、こちらをテーマに取り上げていきましょうか。で、いくつかトピックスがございますので、こちらを順番に紹介していきたいんですが、まず1点目としましては、こちらかな。はい。FF7 リバース。くじがオンライン販売。で、なんとクラウドやティファのフィギュア。まあ、これは恒例かなと思っているんですが、まあ、思ってるより発売が早いよね。で、あとまあ、こちらのですね、再販も決定しておりますので、もし気になる方は、各自でご確認いただければと思います。で、こちらに関しては、スクエニからですね、別途情報展開されておりますが、なかなかね、ラインナップは豪華ですよ。A 賞はやっぱりクラウドなんだ。はあ、なるほどね。で、まあ、フィギュア好きからすると、正直この一番くじってめちゃくちゃコスパ良くて、まあ、例えばこれ普通に購入しようと思ったらさ、もうかなりの値段するじゃん。そう。かなりの値段するので、まあ、正直これはね、買いかなと思いました。はい。まあ、B 賞とか C 賞とか、まあ、いろいろあるんですが、まあ、かなりですね、いい内容かなと思いますね。はい。で、B 賞がね、ちょっと面白くて、なんかフィギュアとかではなくて、なんとね、これミッドガルの観光案内なんですよ。これもなかなか独特ですよね。で、あとまあ C 賞につきましては、チップチューンのアレジメントラックス。なるほど。で、あと D 賞はミニフィギュアか。こちら7体セット。これもすごいよね。へえ、何これ。すごいよね、普通に。豪華すぎないか。はあ。なんかね、結構チャッチーものが多いんですが、その中でもかなりね、今回の FF7 は力入れてるなと思いました。まあ、正直、外れなくない？ E 賞はタオルで、F 賞は、ラバーキーホルダー。で、G 賞がミニフィギュア。で、これはまあ1体ずつ、まあ、全8種類か。で、エンド賞が、1種類。で、ティファになっている。だからまあ、エアリスとかおらんので、まあ、そういったところを考えると、多分第2弾とかあるんだろうね。で、こちらにつきましては、4月3日から、随時開催予定となっております。また日が近づきましたら、こちらについてはですね、情報展開をしていきたいと思っているんですが、なかなかすごいラインナップやな。まあ、これはね、正直、買いだと思うよ。へえ、でも普通にすごいよな。はあ。まあ、そんなところでございます。まあ、これがまず1点目かな。で、次行きましょうか。で、次のトピックスなんですが、こちらですね。まず見てください。FF7 リバースオーケストラコンサート。こちらが開催決定。また金かけた企画やな。で、なんかこれとは別に花火大会もね、今年も開催予定だからさ。まあ、ファイナルファンタジーって、ね、こういうゲームを皮切りに、様々なところで、ね、様々なことをしようと、ねえ、横展開していてすごいなと率直に思いました。で、まあ、それを置いとき、こちらに関しては、ちょっと先の話、5月30日、こちらより、チケットの先行抽選販売が、受付開始となります。音楽を聴けば感動も鮮やかに蘇る、あの名曲を、オーケストラの迫力ある生演奏で楽しもうと、まあ、そのような企画となっておりまして、まあ非常にですね、臨場感あふれるオーケストラになるのかなと思っています。で、値段はね、やっぱり高くて、まあ正直花火大会も相当高いんですけど、あれって屋外じゃないですか。で、これもちろんね、室内になっているので、値段的には妥当かなと。で、花火大会が正直高すぎるんだよな。まあそういったところを考えたときに、個人的にはこっちの方がいいんじゃねっていう。ただまあ場所としましては、大阪とあと横浜なんですよね。そう。こちら2つに分かれて、開催予定となっております。まあ、相当金かかってるよね。だってこんなんさ、呼ぶだけでも相当金かかるし、で、会場を抑えるだけでも相当金かかるし、なんか本当にこんなんで採算取れんのかなっていう なんか赤字になりそうな感じがするけどね。いやー、これ相当金かけてるよな。ね。まあ、そんなところで、このような、ことがですね、公式から発表されましたので、今回は取り上げさせていただきました。まあ、そんな感じかな。いや、スクエニもちょっと力をどん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 入れてきましたね。ファイナルファンタジー7リバース。まあ、16の時もかなりですね、すごかったんですが。はい。まあ、とりあえず足元、このような。
状況となっておりますので、ご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。で、あとまあ公式ツイッターの動きとかもついで見ていきましょうか。はい。ってことで、公式ツイッターの動き見ていきましょう。で、まあ、全体像はこんな感じになっておりますが、FF7 リバース、本日発売と、まあ、これはね、あ、まあ、当たり前っちゃ当たり前やな。で、まあ、他にもいろいろね、情報が展開されておりますので、まあ、ざーっとですね、見ていきたいんですが、サンドイッチの日か。これちょっと関係ねえな。ただ、そんなにトピックスらしいトピックスはないかな。ツイッターというか X か。まあ、未だに俺ツイッターって言っちゃうんだよね。まあ、X の方がなんか言いにくいからね。あとまあカフェとかコラボ関連とかか。結構ですね、こういったものが、今ですね、そこら中でグッズ販売とかされておりますので、まあ非常にですね、いいなと思いました。それだけかいって感じなんだけど。ただ結構いろいろなね、イラストが公開されていたりとか、あとまあコラボ関連かな、やっぱり。そういったものがね、結構多くなっていて、まあすげえ儲けてるなと思いました。売れてるかどうかわかんないけど。うん。まあそんな感じですね。まあざーっと見てますけど。あとまあ DLC かなんか出るみたいな、発表されるんじゃないかみたいな噂が飛び交っておりますが、特にですね、そういった情報などは公式から展開されておりませんので、どうなるかはわかりません。もし何かしら情報がございましたら、またこちらのチャンネルで素早く取り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなところでちょっと続きをやっていきましょうか。ちょっとね、敵から逃げまくっていたおかげで、結構やばいかも。そろそろレベリングしなきゃいけないんだ。まあ、このゲームのいいところとすれば、まあ、レベリングっていう概念がないところかな。レベリングっていう概念が、まあ、厳密にあるんですけど、正直レベリングをしなくても、全然なんかやっていけるレベル。そう。普通にね、ストーリーをクリアするだけでいけますからね。なんか案外こういったゲームって少ないから、そこのところは良いなと思いました。はい。ってことでちょっと回復をしていきましょう。いやーけど、いいね。FF7 リバース。なんだかんだで面白いよな。なんだかんだでな。そう。まあ、人気のないゲームって何も言われないからね。まあ、なんか言われるってことは人気があるんでしょうね。はい。まあ、そんなところで、あ、これちょっと振っていこうか。そろそろ。そろそろ振っていかないといけないね。で、これやな。で、あと5ポイントか。そう、これね、ふんがめんどくせえんだよな、なんか。よいしょ。で、こんなもんかね。よいしょ。で、クラウド。正直、なんでもいいんだよな。ってどうなんすかね、強いんかね。まあ一応入れとく、使うか分かんないけど、まあ使った方がいいのか。はい、ってことでちょっと行きましょう。解禁をしていこうぜ。で、これでゲージがね、その中に増えるのいいよね。で、あとはこれかな。よいしょ。で、レッド。レッドの声変わったよね。途中であれびっくりしたんだけど。おめえそんな変わんのかみたいな感じでさ。なんかいきなり少年になったよね。お前、ダンディーのおっさんじゃなかったみたいな感じで、ちょすげえびっくりしたんだけどさ。すげえびっくりしたんだけど、まあ、レッドのキャラ俺はね、そんなに嫌いじゃないね。ああいう系のキャラは。皆さんどうですか？まあ人によってね、全然変わるかもしんないんだけど。まあ俺は嫌いじゃねえな。あー、そういうことか。ちょっとこっちの方がいいな。よし、ってこと行くか。はい。あれ？ちょっと待って、どこを行くんだこれ。こっちか。よし、続きやっていくか。くれえな。グニパヘリル。今日。うわー、痛いな。
セット。で、まあ、とりあえず全部やるって言って終わり。で、まあ、そんなもんか。OK、OK。さあ、ってことで、こいつを破壊する。なんもない。あった。フェニックスの子ってもうちょっといいものくれよって感じなんだけど、まあいいわ。で、まあ、ここに行くと多分ムービーが入るんじゃないかなと思います。多分。予想。違ったらすまん。あれ？これ無理。いけるやん。おあー、こっちが降りろってことか。ここ？あー、いけたわ。これね、もうちょっとなんかジャンプできたら嬉しいんだけどね。できねえんだよな、それが。はい、ってことで、降りてきました。はい。降りてきましたね。魔法の泉。やってきました。これ、全部、マテリアなの？5年前より、すごいね。これもこれですごいよな。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかるのか。レン、先行こう。この辺りも濃いよね。賛成。はい、ってことで、続きをやっていきましょうか。真剣勝負だよ。今日はどんぎりやってきてほしいんだよな。そっちは任せる。よろしくね。お手本見せてあげる。ちなみにユキのさ、声優って50歳らしい。で、ぶっ殴っていく。ユキ強いよな。一番強い気がするわ。はい、ってことで一旦動画終わりましょうか。そうっすね。で、ここ行けばいい感じやからな。ちょっと待ってよ、これ。オッケーオッケー、いけたいけた。よいしょ、登っていこう。結構遠そうっすね。よいしょ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 。またかってことで一旦動画終わりましょうか。雑魚的なんだ。